ネットなどでは、五神ピックという造語が話題になっている。開催中のパリ五輪で連日のように問題となっている五輪騒動。昨日1日も疑惑の判定があった。高山里香、29、が、無念の反則負けを喫した、柔道女子78キロ級の準々決勝だ。開始わずか15秒でなぜか相手のワグナー、ドイツ、ともども指導を取られると、 中盤には守りに入るワグナーを攻め続けていた高山に再び指導が入った。そして終盤、首抜きによる三つ目の指導を暗い敗戦。3位決定戦にも敗れ、2012年ロンドン大会から21日連続で獲得していた日本の柔道メダルがついに途切れた。27日に男子60キロ級の長山隆十、28、が、待て、 お無視した相手による締め技一本負けを喫してからというもの、柔道における誤審疑惑は日常茶飯事。29日の男子73キロ級の橋本壮一、32、30日の女子63キロ級の高市美空、30、31日の女子70キロ級の新添咲、28も不可解な指導の被害者だ。おかしな判定は柔道だけではない。 日本が強豪フランス相手に90から94と前線した31日の男子バスケでは、八村塁26の二つ目のアンスポーツマンライクファウル、河村祐希が終盤に取られたファウルは、いずれも誤信ではないか、ともっぱら。世界中のバスケファンの間でも判定に首をかしげるものが少なくないという。五輪競技の審判はプロばかりではない海外勢も判定への不満を隠していない。 男子バレーではアルゼンチンが31日の日本戦での判定を不服として何度も抗議。29日の柔道女子57キロ級でも、指導3つで金メダルに輝いた出口クリスタ、カナダ、が、勝者ながら納得できないといった表情やコメント。敗れた韓国チームは怒り浸透だった。さらにイタリア柔道連盟は複数の判定について、国際柔道連盟に正式に抗議をした。 スポーツライターの小林信也氏はこう話す。スポーツは審判の権力が強すぎるのです。選手が審判に支配されていると言っていい。しかも、五輪競技の審判の中にはアマチュアもいる。柔道やボクシングがその一例で、待遇や支援環境も不十分。サッカーのようにプロライセンスを持つ審判ばかりではないのです。 誰が決勝の笛を吹くのかというのは各競技団体や連盟が決めるので、そこに権力者の力が加われば、買収や不正の温床にもなりかねない。審判をジャッジする機関の整備が必要だと思います。例えば、ラグビーにはレフリー有資格者や元レフリーによるチェック機能、ジュディシャルサイティングシステム、がある。協会内の機関ではありますが、審判とは独立した組織。 J リーグにも似たような機関があり、審判のチェック機能を果たしています。